問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。1番、学校で先生が学生に話しています。学生は明日どんな服装で来ますか？明日は山に登りますから、動きやすい服装で来てください。スカートではなくズボンがいいでしょう。明日も暑くていい天気になりそうですが、山の上では短いズボンだと寒いですよ。上着も必要です。着てこなくてもいいですが、カバンに入れておいてください。あと帽子も忘れないでくださいね。それからカバンは手で持たなくてもいいものにしてください。学生は明日どんな服装で来ますか？2番、お母さんと子供が話しています。お母さんは歯医者を何曜日に予約しますか？明日歯医者さんの予約をするんだけど、直樹、今週の予定は？明日の月曜は学校に残って先生の手伝いをするんだ。火曜のピアノを休めばいいんじゃない？それはダメ。歯医者さんは水曜と日曜以外の日ならいつもやっているんだから。でも土曜はやめてよ。友達と遊びたいから。わかったわ。でも予約はなるべく早い日にしておくから。うん。お母さんは歯医者を何曜日に予約しますか？3番、テレビで男の人が話しています。どんな形になりますか？膝が痛いという人が多いようですね。そういう人はこんな運動をやるといいですよ。では一緒にやってみましょう。まず椅子に座って、両手で椅子をしっかり持ってください。そして左足を前に上げてください。足はまっすぐですよ。左足だけですよ。そのまま動かないでください。1、2、3、4、5。ではゆっくり足を下ろしてください。同じように右足でも行います。左右5回ずつ朝晩続けてくださいね。どんな形になりますか？4番、女の人と男の人が写真について話しています。女の人はどの写真を送りますか？国の両親に写真を送りたいんだけど、どれがいいと思う？この海の写真は顔が小さくてよく見えないね。うん、じゃあダメだね。この山の写真はどう？うん、これいいね。じゃあこれ1枚。もう1枚は、この私の部屋の写真は？部屋があまり綺麗じゃないからやめた方がいいよ。それより大学の前で撮った写真がいいよ。そうだね。この2枚にしよう。女の人はどの写真を送りますか？5番、男の学生と女の学生が話しています。男の学生は何を買いますか？来週佐藤さんの誕生日だね。もうプレゼント買った？
はまだ決められなくて困っているんだ。そう。じゃあカップはどう？佐藤さん、コーヒーが好きでよく飲んでいるよ。うん。でもカップはもうたくさん持っているかもしれないな。じゃあタオルはどう？よくスポーツをしているから。そうだね。じゃあそうしよう。ありがとう。男の学生は何を買いますか？6番。男の子とお母さんが話しています。二人はどこに座りますか？お母さん、僕一番前に行ってもいい？前をよく見たいから。あそこは危ないから小さい子は座れないのよ。一番後ろだってよく見えるわよ。でも前に座りたい。運転手さんの後ろならいいの？仕方ないわね。お母さんも前に座るわ。お母さんはあそこに座るの？そうよ。いいな。二人はどこに座りますか？